島さや学院公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、お元気でしょうか。ピースタイムの時間です。本日は中学校校舎、中学校1年教室の前からお送りいたします。まず最初にお祈りいたします。天の神様、このようにして私たちに命を与えてくださっていることを感謝いたします。今からの少しの時間、どうかあなたがこれを見ているお一人一人に平安を与えてくださいますように、聖霊を送ってください。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、今日のゲストがここに行きます。もうすでに声がしてますけど、じゃあ入っていきましょう。どうぞ。はい、今日のゲストはですね、中学校1年生担任の、そして保健体育を教えてくださっている北林源先生です。源先生、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、それでは北林先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。源先生、私が入ってきた時に、はい、なんかすごく嬉しくやってたんですけど、何やってたんですか、あれは。あれはですね、広島サイエンス学会の公式 YouTube で僕が企画でやらせているものを少しやってた、撮ってた。なるほど、チャレンジ動画ってやつですね。あ、そうです。私も何回か見たことあるんですが、はい、元気よくこうですね、動画流れてるんですが、先生、目的は何ですか、この動画を流すの。そうですね、やりたいと思った理由は、今このコロナによって休校中で、まあ、外に出れないっていう時に、まあ、少しでもこの学校から、まあ、面白いっていうか楽しいことを、まあ、発信できたらなと思って。まあ、あとは運動不足の人はこれ見てちょっと運動してもいいかな。るほど。家でも部屋でもできるような運動を紹介されてますよね。はい。源先生はこの YouTube あれを作るのに、まあ、編集とか自分でやってるんですか。はい。どうして一本、まあ、一つを作るのにどのくらい時間かかるんですか。最近は早くなったんですが、一番最初1本目は、3日ぐらいかかりました。3日ぐらい何分の動画ですか。多分5、6分、もうちょいですかね、6、7分を3日ぐらいかけたんですけど、今回上がってる一番最新のは7時間、7時間ぐらいで、まあ、それでも6、7時間かかってるんですね。そうっすね。それを見た人たちが少しでも笑顔になれるようにって感じで、はい、いや、今は自粛中で生徒たちが帰ってきてない中発信しているということですが、これ学校が始まってからも少しずつ継続っていうのは考えてある。そうですね、まあ、企画を立てさせていただいて、これスパッてやめるのはもったいないなと思ったので、まあ、学期中にあげられるかどうかわからないんですが、まあ、ちょっと夏休みとか、時間があるときにあげられたら、作られ作ることができたらなと思います。そうですね、ありがとうございます。これおそらく広島大学の公式 YouTube チャンネルをご覧になっているのは、今の生徒たちはもちろん保護者の方、また OB、卒業生でもたくさん見ていると思うので、懐かしいなんですかね、雰囲気を感じることができるので、ぜひ頑張って続けてください。あ、どうです。さて、北林先生にですね、一つちょっと見てほしい写真があるんですが、はい、写真なんですが、写真これなんですね。はい。これなんですか。これはですね、怖いな。今おそらく映ってると思うんですが、約20年前なんですが、北林先生のご家族がアメリカに、お父様の勉強で行った頃、私もちょうどですね、その頃アメリカにいたので、でちょうどですね、サンフランシスコというところでお会いして、それは源先生が2歳か3歳ですよね、そこに写真を撮ったんですね。で、この写真が最近見つかりまして、あ、懐かしいなと。で、約20年後ですね、こうして、まあ、源先生とこの広島サイエンスです、共に私も今年から来させていただいたので、働けることが本当にもう、まあ、予想もしてなかったですし、本当に神様の計画だなと思いまして、めっちゃすごく可愛かったですね。可愛かったですか。まあそうですね、当時は可愛かったですね。もう今はもう本当に高専になられてですね、ぜひですね、この記念にですね、本題に入る前に当時と同じですね、ポーズでですね、マジっすか、写真を撮ってから撮りたいなと思うんですけど、皆さん、撮りましょうよ。わかりました。当時と同じ。何ですか。そうですよ。じゃあ、私、当時20歳、平成で最短歳。嘘でしょ。二十歳の方で、そうですね。もう一回見せてもらえますか。
手で選べますね。指1本とこっち2本ですね。私は3本で1本の方が、はい、じゃあ、打ち取りますね。こんな感じですね。こんな感じで、はい、この20年後です。はい、ありがとうございます。っていうのは、まあ、本当にグローバルな学校教育なので、はい、まあ、どこで会うかも分かりませんし、産業のネットワークというのは本当に広い中、またどこそれを見ている方もです、将来このようにして教師となって働いている可能性もありますよね。本当に、これも産業の一つの魅力なのかなというふうに思います。さて、面接で今に入っていきたいんですが、つい最近、緊急事態宣言も解除されて、ようやく私たちの生活もこう戻る方向へとなってきましたが、うん、ここ数ヶ月間私たちの生活も変わって、現世さんの中で何かこういうことを考え始めたなど何かありますか？まあ、今年から1年生の担任を、まあ、担任という仕事を初めてさせていただくんですが、まだ本当に何も分からなくて始まって、すごく不安な中、まあ、いろんな先生方に助けられながら、まあ、ここまで来れてるんですが、まあ、そこで行っている担任になって行った、まあ、毎日平日は、朝にショートホームルームというブログで上げさせていただいてるんですが、そこで、聖書の御言葉を毎回配信させていただいて、まあ、それを読むときに、あ、神様って、あ、神様のことをすごく感じるっていうのがあって、本当に生徒がいないと本当に会いたいんですよ。会いたくて、あと大変だ、初めてわからないっていう中でも、やっぱ神様を助けてくださるっていうのがすごく改めて感じた、考えさせられたっていうのが大きく、まあ、このコロナの環境で変わったことかなと思います。その聖書のメッセージを毎日、まあ、生徒たちに配信してるんですね、はい、こういう聖句があるよとか、はい、おそらく今年から中学1年生は退任ということで、本当はもっと早く、ね、退任あって、生徒たちと交わって一緒にクラスを築き上げていくとか、まあ、でももう少しということで、どうですか、ワクワクとかしてますか？そうですね、ワクワクしてますし、まあ、本当に早く会いたくて、まあ、連絡と取り合えてるんですけども、やっぱり対面してしないとわからないことがあるので、やっぱ知るためには早く会いたいなと。でも先生が言ったように、こういう時期だからこそこういう経験をされて、聖書の御言葉を毎日発信することによって、先生もまたその配信された生徒たちも恵まれたという、一つの神様からのプレゼントじゃないですけど、改めてですね、その中で先生、何か一つ紹介していただく聖書の言葉を教えていただけますか？はい、私が今回紹介させていただく聖句は、フィリピの信徒の手紙4章13節読みます、はい、私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です。はい、現先生がこの聖句を選んだ理由っていうのは、はい、私教員になって2年目なんですけども、一番最初にこの聖句、まあ、その教員になった1年目に、あ、この聖句で今年行こうということで、まあ、目標に掲げてたんですが、今年も、まあ、このコロナの関係でやっぱりいろんなイレギュラーのことがあったりとか、あ、これできるのかなっていうのがたくさんあるんですけども、やっぱこの聖句がやっぱ支えにな、自分の支えになって、くれてるっていうのが一番大きいかなと思います。何でもできる、何事でもすることができるっていうのは本当に大きなメッセージだと思いますよね。時に私たちはこう、逆に何もできないと思ってしまうことはないでしょうか？あります。あります。そういう時、現世とはどういうふうにこう切り替えてますか？基本的に、まあ、人間的に、まあ、ポジティブなんですね、性格的に。なので、まあ、神様が助けてくださるっていうのは、やっぱりもう知ってることなので、まあ、そこに、より頼むというか、にしかないんだろうなっていう状況にさせるっていうのは、はい、まあ、それだったらうまくいくんだろうなっていう、まあ、もちろん努力はしますけども、まあ、そういう状況に
まあ、その考えを変えるというか、はい、でも本当にそれは大切ですよね。自分の努力をする最善を尽くして、あとは神様がやってくれるんだっていう、この御言葉を信じてるっていうのは、信じるってことは実は簡単なので難しいじゃないですか。とても大切だと思います。ありがとうございます。お家の中にいることが多くなっている生徒たちだと思うんですが、先生、何か最後にですね、この生徒に向けて、メッセージを送っていただけますでしょうか。はい、生徒の皆様、このコロナウイルスのことでたくさんのストレスを抱えていると思います。やはり家から出れないとか、まあ、授業が受けられない、学校生活ができないということでストレスがとても溜まっていると思うんですが、やっぱりもう少しで学校に帰ることができますので、それに向けてそれを楽しみにしながら、それが活力ですね、活力になってほしいなと思っております。先生たちも本当に楽しみにしておりますので、帰ってきたらみんなで楽しく学校生活を迎えましょう。はい、ありがとうございます。本当にコロナならばもう始まっているんですが、まだ始まっていないそのこう気持ちをですね、こうぶつけていただいて、6月14日帰ってきた時には本当に楽しい再会する、楽しい学校生活が始まるわけですね。ありがとうございます。では小林先生、最後にお祈りしていただけませんでしょうか。はい、お願いいたします。神様、今このピースタイムは持っていることを感謝いたします。コロナウイルスによって学校が休校され、まだ生徒たちが帰ってこれない状態になっております。どうか生徒、その場にある生徒たち一人一人、あなたの守りと、支えがありますように。また始まってからもこの学校をお守りください。イエスの名を通してお願いします。アーメン。では先生、今日はありがとうございました。どうでした、次回のピースタイムは、中学校2年生担任の山木昌司先生にお越しいただきます。楽しみにしていてください。北橋健先生 の YouTube チャレンジ動画もですね、概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってリンクをいただいていただきたいと思います。それではさようなら。